なのでこれ実験的な意味合いもあってね、今回の動画にしています。はい、皆さんこんにちは。今日紹介するのはこちら、お砂糖。ということで今日は観葉植物に砂糖水をあげてみようというお話をしていこうと思います。観葉植物に砂糖水ってどういうことってね、思う方もいるかもしれないんですけど、実は砂糖水を使ってやることで元気になる植物っていうのがいくつかあるっていうふうに言われてます。まあ、理屈的に言えば多分全ての植物に有効なのかなとは思うんですけど、多分合う合わないはあると思うんですよ。人間の環境下でやることなので。で、一応以前ね、紹介したのはコチョウラン、こちらのね、動画で紹介したんですけど、砂糖水を染み込ませたキッチンペーパーとかで葉っぱを挟んでやるとコチョウラン元気になりますよっていうのを紹介させていただきました。で、今回はこの球根系、これに対して砂糖水をあげてみようと思います。僕が知る限り砂糖水が有効として紹介されたことがあるのは、最初にお伝えしたコチョウランと、あとは球根系の植物で、特によく言われるのはカタクリですね。山野草のカタクリって、あれ育てるの結構大変だったりするんですけど、砂糖水を使ってあげると、すごく花つきとかが良くなるよとか、球根の太りがいいですよっていうお話はあります。あと他のね、球根とかに対してもね、使う方っていうのはいるみたいですね。あ、ちなみに今映ってるの何かっていうと、すいませんね、これ長くてニューっと伸びていくと、こんな感じ。これはカラーのフローズンクイーンです。まあ今まで何回かね、紹介させていただいたことがあるんですけど、冬越しに成功してこんな風に今葉を展開しています。めちゃめちゃ長い長い。多分ね、これ徒長してんじゃないかな。長すぎますもん。生産者さんが扱ってるカラーってワイカ材っていう、こう背丈を縮めるというか、長くならないようにする薬を使ってる場合があるみたいなんですよ。だからお店で売ってるカラーって、ちょっとこう締まった感じになってるんだと思うんですけど、まあ、これ使ってないカラーとはいえね、あまりにも長いと思うんですよね。これ強い風吹いたらあっという間にね、葉っぱやられちゃいますからね。だから結構これは光あった方がいいのかもしれない。あんまり強いとね、もちろん葉焼けしちゃうでしょうけどね。まあ、もう少し工夫が必要かなとは思います。もともとはこんな感じだったんですね。めちゃめちゃ透明な窓入ってますよね。で、新しい葉っぱがあんまり窓入ってないんですけど、ただなんか次に出てくる葉っぱとかは窓多くなりそうなので、ひょっとしたら出始めの葉っぱっていうのはこういうもんなのかもしれないですね。株が充実してくると葉っぱの透明な部分が多くなるのかななんて予想してますけど、なんせね、これについて情報を出してる人がほとんどいないんで、僕もまだよく分かってないです。で、なんで砂糖水が球根に有効なのかっていうと、自然界では、落ち葉だとかそういう枯れ葉類、そういったものが微生物に分解されて、で、その時に糖分ができるんですよ。で、その糖分が地面に染み込んでいって植物たちの栄養になるんですよね。もちろん植物自身も光合成で糖は作っているんですけど、それ以外にも自然界では根から糖分を吸収してるんですよ。特に卵は発芽する時に糖分が必要になるんですけど、それの糖分っていうのは卵菌っていう一緒に生活している菌から受け取って、それで発芽してくるんですよ。そうやって糖分にね、依存しているような種類もいるんですけど、こういう球根系って特にそういう糖分だとかがあるとすごく太りやすい。特にカタクリみたいに、春先のちょっとの間しかね、葉っぱ展開しないよっていうようなものだと、その短い間の光合成にプラス、その砂糖水みたいな、砂糖水っていうか自然界だったら葉っぱが分解された時の糖分、そういうのを吸収して短期間で球根を太らせる、そういう生態があるっていうふうに言われてます。だからカタクリなんかは特に砂糖水とか、あとリポビタンデーみたいな栄養ドリンク、ああいうのを使うといいですって言われてますね。もちろん賛否両論ありますけどね。で、砂糖水なんですけど、僕今回このスティックシュガー使います。
スティックシュガー使うんですけど、本来だったらブドウ糖の方がいいです。オリオリオリのご飯じゃないよこれ。座って待ってて。要は同じ糖分であっても種類によって吸収の効率が違ってるんですよね。ブドウ糖よりもさらになんかいいやつがあるんじゃなかったかな。よく言われるのはブドウ糖がいいですって言われます。でスティックシュガーみたいに普通の砂糖だと吸収効率半分ぐらいになっちゃいますよって言われてます。でもうち今ブドウ糖ないんでスティックシュガーでいきます。で濃度なんですけれども、これがすごく厄介で、100倍に薄めればいいって言ってる人もいれば、1000倍の方がいいって言ってる人とかもいて、そう、これ結構迷いどころなんですけど、僕は今回は1000倍でやります。はい、折り持ってかないで、薄い方が絶対安全なんでね。で作り方は 1g の砂糖に1リットルの水で作ります。だからこれスティックシュガーだったら 3g 入ってるはずなんで、3リットルの水で薄める感じですね。そのままやってもね、溶けづらいんでね。しっかり溶かします。まあ、そのままね、なんかペットボトルとかに入れてジャバジャバ振っててもいいとは思うんですけどね。はい、溶けました。はい、1000倍にしてきました。で、これを揚げてやります。揚げたやつと揚げてないやつでね、成長の違いとか見れたらいいんですけど、なんせ3鉢しかない上に、おのおのこう葉っぱの大きさとか出てる芽の数とかも違うんで、まあ、今回はもう全部やっちゃいます。で、砂糖水とか揚げない方がいいっていう人もいます。要は糖分が土にいる雑菌とかの餌になって、で雑菌が活発になって植物が腐るとかね、そういう意見を持ってる方とかもいます。あと当然ね、濃度が濃くなったら根っこ傷みますからね。なので、まあちょっと最初も触れましたけど、理屈上は全ての植物が根から糖分を吸収できた方がいいんだとは思うんですけど、鉢の中でそれをやるとやっぱリスクとかが出てくるんですよ。普通にやってて育つものをわざわざそんなリスク取っててもしょうがないので、だからこういう球根系とかみたいにより太らせたいみたいな、うまくいった時のメリットがあるようなものに対してやった方がいいんじゃないかなと思います。ついでにこの間紹介したコチョウランも、葉っぱやっぱなかなか元気にならないんで、砂糖水あげようかなと思います。あ、ちなみにこれは一応発根はしてきました。こんな感じですね。発根はしてきて、あとは新しい葉っぱも展開中です。なので、まあ多分うまくいくんじゃないかなと思います。キッチンペーパーに砂糖水を染み込ませて、葉を包んでやります。で、砂糖水なんでいつまでもこれつけといたら今度カビてきますので、あんまり何日もずっとはつけておかないです。コチョウランは夜に気孔が開くので、夜気孔が開いたタイミングで多分この砂糖水って吸収されるんですよ。だから夜にこの状態になってるっていうのが大事になります。で、できれば1日ぐらい経ったら外してやるか、まだちょっとやってあげたいなと思うんだったら交換するとかね、そういう対処をしてあげればいいと思います。コチョウランの葉っぱに砂糖水に関しては前にやったら結構うまくいきました。気になる方はね、以前の動画見ていただければと思います。はい、というわけでね、コチョウランの方もね
シワが寄っている葉っぱ一通りやってあげました。あんまりね、古い葉っぱはもうこれ黄色くなってるんでダメかなと思うんでやめちゃいましたけれども、まあこんな風に葉っぱから糖分を吸収させるようなやり方もあれば、球根系みたいに用土から糖分を吸収させるような方法もあります。まあありますとは言ってますけどね、僕もこれいろんな植物でやってるわけじゃないので、どこまでうまくいくかっていうのは正直わかんないです。なのでこれ実験的な意味合いもあってね、今回の動画にしています。なのでもし面白いなと思った方いらっしゃいましたら、まあご自身でも試してみてもいいのかなとは思います。はい、ただうまくいくかはわかんないです。もしなんかやってみていい成果が出ましたとかあったらぜひ教えてください。僕もいろいろ知りたいなと思います。というわけで今日の動画はこちら、観葉植物に砂糖水を使ってみた。少しでも皆さんの参考になれば嬉しいなと思います。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。ではまた、バイバイ。